おい、おばさんは、泉かつによる日本の漫画作品、秋田書店の月刊少年チャンピオンにて、2011年5月号から2015年5月号まで連載された。大泉学園を舞台に、主人公、沢田徹が同い年で、自分のおば、あたかすが子やその知人たちと繰り広げていく、ラブコメディ、読み切りの、おい、おじさんが、元となっている。 複雑な家庭事情を抱え持ち、家族や親類との関わりを避ける、男子高校生の沢田徹は入学早々、実のおばにあたるあたけす子の姿を目撃する。しかも帰宅すると、頑固もすでに引っ越したところで頑固との同居生活が始まることになる。しかしすが子は、中学時代、メデューサと悪名を轟かせた伝説のヤンキーで、血縁者以外に、おばさん呼ばわりされると、 ヤンキー時代の怒りを炸裂させてしまう、とんでもない秘密があった。それから、複雑な過去と秘密を持つ、おばさんの菅子と一子の通る、通るの思い人にして、同級生の持田愛や菅子のヤンキー時代の仲間の、草壁奏で、ライバルの足立紅子などが絡むスリリングな日々が、始まるのであった。登場人物や、必殺技の名前は、あたかけの人々や、 ボタンとバラなどといったヒルドラから撮っている。その他の生徒フィルター作中ではサキパイビジョン以外のほとんどが当選用にかかるフィルターで登場する。ありがとうございます。